どうも、ほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。先に動画など音声でお伝えできなかった内容をメルマガ見て補足配信などを行っておりますので、よろしければお願いいたします。さて、今回はレイヤーハートについてお伝えしたいなと思います。こういったピッチャーを振るアートに関してですが、ラインが出なくなってしまう方が多いのではないかと私は予想しております。実際ラテアート教室に来られる方でもやはりラインが出にくいっていう方は非常に多いですので、またそれについてお伝えしたいなと思います。ラインが出ないっていう方のパターンとしては2通り私は見てきました。まずやはり多いのがたくさん振ってしまうことですね。しかもそれを細かくパパ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 パッと振ってしまうっていう方が非常に多く見受けられます。早く振ってしまう方のほとんどですが、左右に振っているつもりがいつの間にか痙攣状態になり、また円を描くように振ってしまってしまう方を非常に多く見受けられます。そして2パターン目ですが、振ることに気を取られて注ぐのを忘れてしまうっていうことですね。本当ならば振りながらピッチャーを倒して注ぐ勢いを弱めるどころか加速をしていかなければならないのですが、振ることに専念してしまって注ぐ勢いがどんどん弱くなってしまうっていうことですね。やはり注ぎが弱くなってしまいますと、カップの中の対流っていうのがなくなってしまいます。対流がなくなることでラインはどんどん重なってしまいまして、結果的にはもう白いハートとほぼ一緒な状態になってしまいます。ですのでこの2点を注意していただいて、ゆっくり振りながら注ぐスピードを加速していくことで理想のアートに近づけるかなと思います。さらに言いますと、振ることに意識は3割ぐらいで、注ぐことに意識を7割置いておくことでより簡単にこうレイヤーハートなどリーフなども描けるかと思いますので、ぜひお試しください。今回のアートはレイヤーハートです。その振るスピードなどをぜひ見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。あまり振りすぎずたくさん注いでいくっていうことに意識すればきっと描けるかと思いますので、よろしければぜひ挑戦してみてください。右上のリンクから詳細についてお伝えしておりますのでお願いいたします。さて、こういったピッチャーを振ったアートっていうのは非常に難しく、人それぞれコツや持ち方などいろいろと変わってきます。やっぱり動画で紹介しているものは私から見た私の描き方ですので、ぜひともこちら教室にご参加していただいたあなた専用の教科書をその場で作り、しっかりとお伝えしていきます。できるだけ最速最短でラテアートができるようにお伝えしておりますので、よろしければ一度で構いませんので、まずは受けに来ていただけたらなと思います。そしてラテアート教室は本当に楽しいです。ぜひ右上のリンクからサイトの方にご覧いただきまして、その皆さんの笑顔を見ていただけたらなと思いますので、お待ちしております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。